双方陣地を入れ替えまして、これより第4クォーターに入ります。さあ、これよりファイナルクォーター、第4クォーターに入ります。浦和ウラーズセカンドダウン16で試合再開。パス成功、ナイスパスカット。ここで浦和パスプレーを展開しようとしましたが、このパス金沢55番パスカットし、パス不成功です。浦和ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。素晴らしいパスカット決めましたのは金沢ワイセンベルグ55番の水田。浦和浦和ズサードダウン16、浦和浦和ズサードダウン。さあ、ここでドロープレーを入れた。パスに見せかけた中央へのランプレー、相手の裏をつくように一気に切れ込みまして、攻撃権更新図らんというランでしたが、これを金沢食い止めましてフォースダウンに変えます。八谷の近くゲインをしています。さあ、浦和のこのシリーズはどうやら食い止めたか金沢ワイセンベルグ。浦和フォースダウン8の状況です。パントフォーメーションを浦和は取ります。さあ、リターンに入った。リターン2番果敢にも中央切れ替わんという団子を展開しまして、相手陣38ヤード付近を確保しております。この位置からの金沢ワイセンベルグ攻撃に変わります。リターナ2番はタダでした。攻撃は金沢ワイセンベルグ敵陣39ヤードからの攻撃開始。さあ、しかし金沢絶好の位置からの攻撃に入ります。ボールオン相手陣39ヤードから金沢ワイセンベルグファーストアンテ。パス不成功。クォーターバック8番、ここでロングパスを投じようというところでしたが、これはディフェンスのプレッシャーありまして、パスがショートし、あわやインターセプトかという危険な状況になりましたが、しかしパス不成功で終わっております。金沢ワイセンベルグセカンドダウンテ。ここでランプレーを投入。ランニングバック2番にハンドオフし、左オープンに展開。2番スピードになりまして、左オープン駆け上がり、約6ヤードのゲインに変えています。キャリア2番はタダです。さあ、しかし残り4ヤードほど残っています。金沢相手陣34ヤードからサーダウン4。パス成功、ダッシュプレイ、ファーストクォーターバッカちゃん、プレーアクションからロングパス投じんとしましたが、ディフェンス殺到。これをなんとかかいくぐらんと左に展開し、あわやタックルされるかれたというところで、ピッチに近い前パスをワイドレシーバー9番に通しまして攻撃権更新です。金沢ワイセンベルグファースト。素晴らしい判断でパスを通しました。クォーターバック8番前太田取りました。ワイドレシーバーは9番の岡村でした。ここで負傷者が発生しているため、レフェリータイムアウトが取られます。
双方とも素晴らしいプレーが展開されております。片や策を講じまして相手のディフェンスの隙間をつき、片や自らの執念にもっての素晴らしい個人技を披露することで状況打開を図る、まさに日本一を決定戦ふさわしい一戦となっています。レフェリータイムアウト終了。金沢ワイセベリック敵陣21ヤード付近から、さあ金沢の攻撃が始まります。金沢ファーストアウト、パス不成功。クォーターバック8番プレーアクションから中央切れ込んでいた47番にパス、しかしボールをジャグルしたそのことによりわずかにタッチが狂いましてオーバースロー、パス不成功になっています。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10に入ります。ボールオン相手陣21ヤード。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10。よし、よし、さらにいく、ナイスゲーム、ファーストクォーターバックちゃん、プレーアクションを変えまして、ワイドシーバー19番にパス、19番、これを見事にキャッチ、相手タックル受けながら、さらにセカンドエンフォートで前進し、攻撃権更新、金沢ワイセンベルグ、ファースト、素晴らしいキャッチアンダーしましたが、金沢ワイセンベルグ、19番、本田です。さあ金沢相手陣7ヤードに入りましてファーストダウン2ゴール、残り4回の攻撃チャンスでタッチダウン狙います。さあ中央に選手固めた、ここで浦和のディフェンスナイス、ここでオプションプレー展開しようと右にクォーターバック展開しましたが、これを浦和99番見事なチャージ決めまして約2ヤードロスに変えています。見事な対応しましたのは浦和ズ99番安田、上げて上げて3ヤードのロス。金沢ワイセンベルグセカンドダウン2ゴール、残り9ヤード、セカンドダウンゴール2ゴール。さあ今度は広げました、インターセプト、ターンオーバー、ここでパスプレーによりタッチダウンを狙いました、しかしレシーバーとのコミュニケーションミス発生、浮いたパスを取りましたのは浦和、浦和ズ4番、インターセプトにより攻守交代となります。4番がエンドゾーンでそのまま倒れましたのでタッチバックとなりまして、浦和は自陣20ヤードからの攻撃となります。見事この土壇場インターセプトを決めましたのは浦和ズ4番の内堀でした。先ほどインターセプトエンドゾーン内でしたので攻撃で変わりました、浦和ズは自陣20ヤードから、浦和ズ自陣20ヤードからファーストダウンテン、さあまずパスから入ります。右に展開していました87番にヒッチパスを投じました。このパスは成功しますが、しかし金沢もディフェンス集まりましてゲインは約4ヤードほどにとどめています。パスを取りましたのは81番の大谷でした。浦和、浦和ズセカンドダウン6、これは金沢ナイスディフェンス、浦和ここで中央のランプレーをキャリア7番で投じました、しかしここでもディフェンス集まりましてゲインは2ヤードほどにとどめています。先ほど見事な守備を見せました浦和ですが、金沢も粘りあるディフェンスをまだ披露しています。
浦和浦和ズサーダウン4。さあクォーターバック5番プレッシャーありながら左に展開しましてスタンドに転じました。さあこのランの判定どうか。攻撃権更新です。浦和浦和ズファースト見事なカバーによりましてこのプレーを封じる感じに見えましたが浦和クォーターバック5番見事な判断でスクランブル起点利かしまして攻撃権更新継続を果たしております。浦和浦和ズファースト見事な判断しました。クォーターバック5番は小宮山です。浦和浦和ズ自陣35ヤードからファーストダウン10。ナイスゲイファーストクォーターバック1今度は左に展開したワイドレシーバーにすれ違いざまのパスを投じました。ここで金沢勝負戦とディフェンスを前にプレッシャーかける形でブリッツを入れる形でしたがこの裏打つ用に18番がすり抜け一気にロンゲインに変えまして攻撃権更新です。浦和浦和ズファースト見事なパスを投じましたのはクォーターバック5番小宮山取りまして期待に応えたのはワイドレシーバー18番の平谷でした。さあ浦和相手陣36ヤードからのファーストアウト。ここでホイッスル。ここで金沢後半1回目のタイムアウトを取ります。ここでホワイトのユニフォーム金沢ワイセンベルクが後半1回目のタイムアウトの要求です。激しい攻防戦になっております最終クォーターですがここで浦和が攻撃勢いに乗りまして相手陣に入り込んでまいりました。金沢は残り時間のあるうちに2本のタッチダウンを奪わなければいけません。その時間を鑑みディフェンスでありますがここでタイムアウトを取ります。さあ残り時間5分となりましたオーシャンボール現在浦和が攻撃中です。浦和浦和ズ相手陣36ヤードからファーストダウン10。ナイスゲインファーストダウン。ここで浦和シャベルパスを展開しました。シャベルパスはスコップで土をすくい上げるようにすくい上げるシャベルのように下から投げる前パスです。これが見事に7番に決まりまして7番キャッチアンドランで攻撃権更新です。浦和浦和ズファースト見事このトリックプレーシャベルパスを投じましたがクォーターバック5番小宮山取りましたね、取りまして期待応えたのは7番の小川でした。先ほどフラッグが投入されましたがこのフラッグミスフラッグです。従いましてプレー成立で攻撃権更新です。浦和浦和ズ相手陣24ヤードからファーストダウン10。ファースト。ここでクォーターバック5番左にいましたワイドレシーバー81番にポストポターン内側に切り込むように縦に上がりました81番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。浦和浦和ズファースト見事なキャッチをしましたのは81番の大谷でした。浦和浦和ゴール前8ヤードから4回の攻撃開始。浦和浦和ズ相手陣8ヤードからファーストダウン2ゴー。
ス不成功。ここで一気にタッチダウンをトランとエンドゾーンに飛び込みました。99番にパスを投じました。99番手には触れましたが、しかしキャッチできずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。浦和ロアズ2回目の攻撃、ゴール前8ヤードからセカンドダウンボール2ゴール。浦和ロアズセカンドダウン2ゴール、残り8ヤード。パス成功。今度は左に展開した17番にパスでした。17番そこからキャッチアンドランし、エンドゾーン狙わんというところでしたが、これは金沢食い止めます。サーダンに変わります。浦和ズサーダン残り4ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック1右に流れて奥に走り込んだ99番にパス。99番フリーになりましたが、しかしキャッチできずパス不成功、フォースダウンに変わります。浦和ズフォースダウン2ゴール、フィールドゴールトライ、キックにより3点を狙います。このキックしかし失敗です。フィードゴール失敗で無得点、攻守交代と変わります。このキックはノーヒット不成功、得点には至りませんでした。ここで攻撃権は金沢ワイセンベルグに変わります。浦和このまま一気に試合を決するタッチダウン、そしてフィードゴール狙わんというところでしたが、結果的にはこのシリーズ得点至りませんでした。さあこれが果たしてどうなるでしょう。残り時間2分38秒で金沢ワイセンベルグの攻撃に変わります。金沢ワイセンベルグ自陣20ヤードからファーストダウンテン、さあまずは右に展開したレシーバーへヒッチパス。19番のキャッチアンドランを図るというところでしたが、しかしこれは浦和も許しません。ゲイン2ヤードに留めております。ボールを持った選手が中で倒れた場合は得点、時計が回り続けます。さあ金沢はできる限り時間を使わず得点を狙いたい。金沢ワイセンベルグセカンドダウン8、パス不成功、パス不成功の判定です。クォーターバック8番乱れたスナップカバーしパスを投じましたが、レシーバーにタイミングを合わすパスが投じれずパス不成功です。しかしパス失敗ですと時計は止まります。ファーストダウン獲得まで残り8ヤード。さあ金沢ワイセンベルグサーダン8の状況を突破できるでしょうか。クォーターバック8番プレッシャーある中、セーフティーバルブの23番にパス。23番ここからキャッチアンドランを図らんというところでしたが、しかしディフェンス集まりよくフォースダウンに変わります。
クォーターバック江端非常に厳しい状況。しかしなんとか状況打開を図らんとフォースダウンラストの攻撃のチャンスに突破を図ります。パス成功、ファーストダウン。ここでフォースダウンギャンブル見事に成功しまして、カナザー攻撃継続です。カナザーワイセンベルグファースダウン。ここで金沢後半2回目のタイムアウトを取ります。非常に厳しい状況でした金沢、しかしこのフォースダウンギャンブル見事決めまして攻撃継続を成功しています。ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。試合残り時間1分15秒となっています。さあ金沢なんとかこのシリーズ得点に結びつけたいところ。ボールオンは自陣36ヤード。試合時間残り1分15秒タイムアウト解けます。金沢ワイセンベルグファーストアンテ。プレーアクションから右オープンブーツレック、そこからパスを投じると見せかけカバーされていたためスクランブルに転じました。これによりゲインはしておりますが、しかしここでホイッスル。負傷者が発生しているため現在レフェリータイムアウトが入っております。しかし非常に闘志あふれるスクランブルでした。クォーターバック8番は江端、金沢大学出身のクォーターバックです。ここで負傷によるオフェンスチーム残り時間少ない状況で負傷した場合には減算措置が取られますが、金沢それを避けるためにあえてここでタイムアウト、最後のタイムアウトを消費しました。これにより金沢ワイセンベルグタイムアウトなくなりました。金沢ワイセンベルグセカンドダウン3、試合時間残り55秒。パス成功、ファーストクォーターバック67番急遽の投入ながら見事にランニングバックにパスを通しまして、ランニングバックキャッチアンドランで攻撃権更新、金沢ワイセンベルグファースター。さあしかしすぐに時計は回ります。ここでパスをスパイク、前に叩きつけパス失敗としました。これにより時計は止まります。しかしこの状況で急遽投入されましたクォーターバック67番、本来オフェンスライン、そして元クォーターバックではありますが、しかしこの状況見事にパスを投じましたのは、クォーターバックに入った67番の椿でした。さあしかし金沢残り41秒、果たして得点なるか。セカンドダウンテ、パス成功、ファーストー。ここでパス通ります。金沢ワイセンベルグ攻撃権更新、ファースター。
さあここでパスをスパイクし時計を止めます。パス失敗ですのでセカンドダウンに次は変わります。しかしこの状況で攻撃前進となっています。ボールオンは相手陣21ヤードの位置に入りました。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10、残り時間31秒。キュービーサーク、ここでパス投じんと身構えましたが、しかしこれを仕留めましたのは浦和ズ68番キュービーサックにより大きなロスを奪っています。金沢サーダウン18。パス不成功。ここで試合時間なくなりました。試合終了となりまして、浦和ブラーズ13点、金沢ワイセンベルグ0点で浦和ブラーズの勝利。第30回オーシャンボール制覇は浦和ブラーズとなりました。浦和浦和ズ通算7度目 JPFF 最多の優勝記録更新になりました。しかし金沢ワイセンベルグも素晴らしい戦いを披露いたしました。ナイスファイトでした。この試合に勝利しまして見事オーシャンボール制覇を果たしました浦和ブラーズに優勝トロフィーが行います。青沼会長より優勝トロフィーが授与されました。浦和ズオーシャンボール制覇おめでとうございます。会長の橋本氏より優勝盾が贈られます。続きまして惜しくも準優勝に終わりました金沢ワイセンベルグに準優勝トロフィーが贈られます。日野副会長より授与されました。惜しくも届きませんでしたが素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。個人賞の発表です。なお、私、藤子が
株式会社様より副賞をご提供いただいております。それではご臨場を発表いたします。まずはベストオフェンス賞です。ベストオフェンス賞はフラワーフラワーズ、ワイドレシーバー18番イエーイ。そしてベストオフェンス賞は浦和フラワーズ18番の中村、失礼しました、平谷和正が取りました。最も強い賞が授与されます。ベストオフェンス賞は平谷選手、受賞おめでとうございます。ベストディフェンス賞は浦和フラワーズ99番の長野選手です。長野選手、受賞おめでとうございます。そしてノースランド賞は金沢ワイセンベルグの58番が受賞しました。58番は榊選手です。榊選手、受賞おめでとうございます。そして関東賞は金沢ワイセンベルグ9番岡村みなみ選手が受賞いたしました。岡村選手、受賞おめでとうございます。MVP の発表です。 MVP は浦和フラワーズ高校バスケ部の小宮山優太君。オーシャンボール MVP は浦和フラワーズ5番の小宮山優太が受賞しました。鮮やかなパス攻撃、見事な戦いぶりでした。小宮山選手、受賞おめでとうございます。最後に青沼会長より閉会のメッセージが披露されます。金沢ワイセンベルグ浦和フラワーズ選手、スタッフの皆様、本当にお疲れ様でした。第30回記念大会という節目の大会において大変素晴らしい試合を見せていただくと感謝申し上げます。優勝いたしました浦和フラワーズの皆様、選手、スタッフ並びに遠藤応援に駆けつけてくださいましたスタンドの皆様、本当におめでとうございます。社会人という立場になりながら日々の努力でこれだけの技術を継続するというのは選手の努力のみならず
ご家族のサポートがあってのことだと思いますので、大変喜ばしいことだと思って、そこを皆さん感謝してください。来シーズンは、全国のチームに追われる立場になりますけれども、連覇を狙える唯一のチームということですので、ぜひ頑張って連覇を成し遂げていただきたいと思います。惜しくも敗れました金沢ワイセンベルグの皆様、本当にお疲れ様でした。すでに皆様ご存じの通り、能登半島地震がありまして、プレーオフの出場のご判断大変難しかったと思うんですね。それでも、皆様のご出場が、現実的にことができればということで、ご出場いただいたことに本当に心より感謝申し上げます。惜しくも試合には敗れましたけれども、皆様の活躍が必ずや現実的にことができるのではないかと思います。改めて感謝申し上げます。お疲れ様でした。私の日本プライベートフットボール協会は、本当に全国全てのチームが日本一を目指すことができる新しいロックビデオを今模索しております。あと少しのところまで来ております。我々も努力いたしますので、皆さんにもぜひご協力をいただきたいと思います。これからも我々見せましょうスポーツの力ということで頑張ってまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はご来場誠にありがとうございました。青沼会長からのメッセージでした。以上をもちまして表彰式を終了いたします。本日はありがとうございました。これをもちまして第30回オーシャンボール閉幕となります。両チーム素晴らしい戦いをありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、石川県は能登半島沖地震の影響を受けてまして、まだ多くの方が被災されている中にあります。我々金沢ワイセンベルグはその中でも、ここのオーシャンボールに出て少しでも、スポーツの力で石川県盛り上げようと頑張ってきましたが、ここで、力を及ばすということです。また来年、また浦和さんに勝ち上がっていただいて、また西日本はワイセンベルク出てきますんで、またご声援のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。まずはワイセンベルク、非常に厳しい判断を強いてのこの回の出場だったと思います。しかしその判断かなわずとも、しかしその挑戦素晴らしいものがありました。ナイスファイトでした。本日はご声援いただきありがとうございました。我々、昨年度ですね、オーシャンボールに出場できず、悔しい思いをしましたが、私やっとオーシャンボール、制覇奪還ということで、目標を成し遂げることができました。先ほど会長からもお話がありましたが、来年は終わる立場です。また、強いチームになって、また来年この場に立てるように、チーム一同頑張ってまいります。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。浦和、浦和ズ、北海道、東北、そして東日本の強敵強豪勢を見事倒して堂々の7回優勝を果たしました。素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。ザイヤにあれど素晴らしい戦いを披露しました両チームに、今一度大きなエールをお願いしたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意のあてに次の競技にとしてこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされた
あのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの社会の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして JPFF は今季全ての日程終了となります。 JPFF に所属し、そしてこれに賛同しました各多くの地方の社会人チームは、この時をもちましてこれよりひとときの成熟の冬を迎えます。そして彼らはこの伏量放出の時を経て、やがて訪れる開花開校の春を犯し、鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにこの本会の地を訪れるのが果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ本日の配信を終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は JPFF 日本プライベートアメリカンフットボール協会の許可を得て実現いたしました。 JPFF の皆様、そしてチームの関係者の皆様、ご協力いただきましてありがとうございました。その配信本日実施いたしましたのは私、道楽屋リチャーでした。機会叶いましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。